いつも動画を見てもらって本当にありがとうございます。今回はソロ登山者は100人中〇〇人だった、危険な登山をする衝撃の理由とはという内容になっています。まず最初にソロ登山は危険なのかというところなんですけど、やはり安全面から考えるとソロ登山は危険なものとなります。というのも、万が一の事故や遭難が起きた時に通報が遅くなって救助が遅れてしまうということが挙げられるのと、そうなってしまった場合に自力での脱出が難しい点が挙げられます。しかもソロ登山は難易度が上がれば上がるほど危険度も増していきます。しかしハイキング程度のレベルならそれほど危険はないということも言えます。逆に言うと、中途半端な技量の人同士で難易度の高い山を選んでしまうと、そちらの方が危険かもしれないということがあります。つまりソロ登山は危険で、集団登山が安全とは言い切れない部分というものがあります。このチャンネルでは山歩きに関する知識、技術、道具、あるいは実際に山を歩いている様子を取り扱っていますので、興味のある方はよろしくお願いします。今回の動画はこのような構成になっています。気になる部分だけでも見ていってもらえると嬉しいです。概要欄には目次を作っておきますので、ぜひ活用していってください。それでは行ってみましょう。まず最初にソロ登山者の割合についてです。ソロ登山をしたことがある人は100人中86人でした。そしてソロ登山を全くしたことがない人は100人中14人となりました。続いてソロ登山をしている頻度についてです。ソロ登山しかしたことがない人が100人中6人、ソロ登山がほとんどの人が100人中36人、半々ぐらいの割合でソロ登山をしている人が100人中19人、ソロ登山をたまにしているという人が100人中26人、ソロ登山は全くしたことがないという人が100人中14人となっていました。ここで重要なのが、ソロ登山しかしない人とほとんどがソロ登山だという人の合計となると、100人中42人が該当することになります。そしてソロ登山しかしたことがない人と、ソロ登山がほとんどの人と、半々ぐらいの割合でソロ登山をしているという人の合計になると、100人中61人という人数になります。こうやって見てみると、結構ソロ登山をしている人って多いんじゃないかなと思います。それではソロ登山をする理由に入っていきたいと思います。これは複数回答可能という内容で結果を出しています。自分のペースで行動したい人が100人中49人、自分のスケジュールを優先したい人が100人中48人、それから静かに山を歩いていきたい人が100人中30人、たまたま仲間が見つからないからソロ登山をしているという人が100人中26人、それから山が好きな友達がいないという方が100人中11人、その他の理由と答えた人が100人中8人となりました。その他の理由で挙げられたものが大きく3つに分かれていました。というのも、自分が土日が休みの仕事をしていて、周りは平日が休みだった場合や、逆に自分が平日休みの仕事をしていて、周りは土日が休みの仕事をしていたというケースです。2つ目は、仲間に迷惑をかけたくないという理由でした。それはつまり、急な体調不良や天候の急変などがあった場合に、周りに気兼ねすることなく撤退できる
とかそういった理由です。それから仲間のペースに合わせるのがしんどいという意見もありました。それはつまり自分のペースが仲間より速いまたは遅かったりする場合や、休憩の取り方、山ご飯を食べる時のペースなどなかなか合わない部分があるから、そこで仲間に迷惑をかけてしまうと思われている方がいるようです。3つ目は目的が写真撮影という意見がありました。どういうことかというと、自分の感性で写真を撮っていきたいのに周りに他の人がいたらそんなことをできないですよね。だからソロで登山をするという意見でした。どうだったでしょうか。ここまででソロ登山に共感できるものはあったでしょうか。もしよろしければぜひコメントください。個人的にはソロ登山の理由のすべてが共感できました。てっきり自分のことを社会不適合者と思っていたんですが、ここでの理由を見ていると少し安心することができました。それではここからソロ登山者が行きたいと思っている山をご紹介していきます。ソロ登山者が行きたい山として、具体的な山の名前や山の地域を挙げる人も多かったのですが、それ以上に圧倒的に多かったのが、静かな山であればどこでも OK という意見でした。さらにそこから展望の良さや自然の豊かさを感じることができればなおさらいいという意見が多かったです。合わせてソロ登山者が好きな参考形態というものをご紹介します。ここでも複数回答可能としたもので、100人中何人がそのように思っているのかということをご紹介していきます。日帰りでソロ登山をするのが好きな人が100人中66人、もし泊まるとしたらテント泊でソロで泊まっていくという方が100人中32人、山小屋で泊まりのソロをするという人が100人中28人、その他という人が100人中2人です。これは何をするんでしょうか。渓流釣りとかそういったものもするような人なのかなとか思うんですけど、何かご存知の方がいればコメント寄せてください。ということで、ソロ登山に行く人っていうのは結局のところ山が好きで好きで仕方のない人なんじゃないかなと思いました。ソロ登山をする理由で挙げられた自分のスケジュールだけで山に行けるというのは、とにかく山に行きたいという願いが叶う理由だと思います。いろんな人とスケジュールを合わせて山に行こうとなると、そう簡単には山に行けないと思うんですけど、自分一人だけだったらすぐに計画をしてすぐに山に行くことができます。そして山に着いたら自分のペースで登れるというところなんですけど、これは樹林帯だったり岩場だったり上り坂だったり下り坂だったり、つまり山を 120% 自分のペースで楽しむことができるということなんじゃないかなと思います。それから静かに山を登りたいというものがありましたが、これは山の魅力を楽しむことに集中できるということなんじゃないかなと思いました。もしここまででソロ登山に対して何か思うことがありましたら、ぜひコメント寄せてください。それでは今日と明日があなたにとっていい山歩きでありますように。また次の動画でお会いしましょう。